海上自衛隊が保有している、すべてのイージス艦を回収して、トマホークミサイルの搭載を可能にする計画があるらしいという情報が入ってきました。今回は、このイージス艦回収計画について見ていきたいと思います。人に、意識誘導台改めの射程距離が 1500km に伸びるまでの間は、トマホークを搭載、2000km の射程となったら、軍事大国中国も脅威に感じるイージス艦に変貌することでしょう。2022年12月23日、現政権は来年度の防衛予算案の総額を約6兆8219億円と示し、この中には在日アメリカ軍再編用のコストも含まれると説明。2022年度の当初予算から2割6分以上もの増額を打ち出しました。すでに12月に入ってからは、国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画の、いわゆる安保関連3文書を改定し、大幅な防衛費増額方針を打ち出してはいたのですが、改めて、その意図を認識させるために、巨額を提示したという形に受け取られたようです。最終的には、2023年の通常国会において、承認を得た上で、今回の防衛予算案が実行されることになるという、政治的過程を経る必要があるはずですが、与党である自民、公明党が、国会の多数を占めている現在、一般国民の意思に関係なく通過されることになるのでしょう。これまでも報じられてきましたが、来年度2023年度から、2027年度までの5年間の日本の防衛費総額は、およそ43兆円にも上ると見積もられています。43兆円という数字は、現在の水準に比べると、約6割も増えている、計算になります。それを補うため、2024年度からの増税も、自民党は、考えているのです。国民にとっては、新型コロナ対策、ウクライナ戦争の影響による燃料費高騰、食料品値上げなど、厳しい日常生活を強いられています。一方では、メディアが盛んに報道しているように、昨今の日本を取り巻く安全保障環境は、著しく悪化しているとみられます。防衛費増額そのものについては、支持を表明している保守層ではあっても、大幅な増税で防衛費を補填しようとする方針には異論を唱える向きも多いようです。支持者から国を守るのは賛成だが、そのための増税には反対と突き上げを食らったのかもしれませんが、前述のように安保関連3文書で打ち出された日本の防衛方針の変更とは、敵の対空ミサイルを射程距離外から攻撃可能とするスタンドオフ能力の拡充が主になっています。中でも、昨今は反撃能力と呼ばれているミサイル配備に重点を置いて考えているようです。こういった反撃能力と呼ばれる兵装の代名詞とも言える存在が、現在、陸上自衛隊が南西諸島離島に配備を進めている人に、意識地対艦誘導弾の改良型であり、能力向上型と呼ばれている国産ミサイルなのです。この人に、意識地対艦誘導弾能力向上型は、現行型の射程距離約 200km 弱を大幅に延伸するものになる予定です。まず、約 900km へ伸ばし、最終的には、約 1500km まで到達させるという目標を掲げているようです。人に、意識地対艦誘導弾能力向上型の目指すものは、射程距離を伸ばすことだけではないようです。発射母体の種類を増やし、現在の装輪式車両に加え、航空に搭載する空発型、艦艇に搭載する艦発型、そして、潜水艦に搭載することまでも想定して開発を進めているのです。このような人に
意識地対艦誘導弾能力向上型の開発と量産化のために注ぎ込まれる予算は、およそ1277億円とされています。いずれは、陸海空のすべての自衛隊で運用できる、国産兵装にしたい、心づもりと見られますが、最短とされる陸上用配備も、2026年度までかかるということで、やはり時間を要することになりそうです。中国が、ことあるごとに、触手を伸ばす尖閣諸島を踏む、南西諸島の島嶼防衛用に必要不可欠とされている、高速滑空弾開発にも、およそ2003億円の予算を注ぎ込むことになりました。人に、意識地対艦誘導弾能力向上型と合わせて、必要な兵器の国内生産を進めていくものと思われます。とはいえ、前述のように、人に、意識地対艦誘導弾能力向上型の配備については、今のところ急いでも、2026年度と見込まれています。そこまでの代替手段が、必要になりますが、ここで計画されたのが、アメリカ海軍の主力対地攻撃用兵装である、トマホーク巡航ミサイルの購入というわけです。トマホーク巡航ミサイル購入経費としては、約2117億円の予算が盛り込まれています。この話が持ち上がった時点では、購入は約500発としていましたが、予算を見ると、それを少し下回る数を購入すると推測されます。今回日本が購入しようとしているトマホーク巡航ミサイルは、射程距離約1600から2000キロメートルとめされている最新型ブロック5とみられ、本体とキャニスターを同時に購入予定と言われています。トマホーク巡航ミサイル用の購入予算は約2117億円ですから、ざっと500で割ると、一発あたり、キャニスター込み約4億円以上になる計算です。以前は、単体で、一発2億円程度と思われていましたが、それの倍以上の高額になるようです。日本では、海自のイージス護衛艦へ、トマホーク巡航ミサイルの配備を想定しています。完了後には、通常の護衛艦への配備も検討しているようですし、マーク 41VLS、垂直発射艦を装備した艦艇なら、すべて候補と考えられるのでしょう。費用面に注目した場合、トマホーク巡航ミサイル購入は、決して安価な投資ではありません。現政権の浜田防衛大臣も、人に、意識地対艦誘導弾能力向上型開発は、リスクが大きいことを認識しているコメントを発しています。やはり、地元支持者たちからの不満が出たのでしょうか。人に、意識地対艦誘導弾能力向上型開発が、今の想定通りのスケジュールで、実際に進むのかは、誰にも断言できません。しかし、実戦経験皆無の日本の自衛隊にとっては、実績豊富なトマホーク巡航ミサイルは、心強いと考えられるようです。今回の予算案全体では、約8283億円と、従来の3倍以上の弾薬調達も明示されています。これは、長期化、膠着が予想されている、ロシア・ウクライナ戦争を目の当たりにし、弾薬備蓄を強化する方針の下の予算計上でしょう。これに加えて、戦闘機を含む航空戦力維持とメンテナンス費用に約2兆355億円を計上。これも、従来の8割増相当の巨額費用を投じることを予定しており、有事の際の航空戦力継続性を高める方針を明示していると言えましょう。以上のように、防衛予算案の中でも、航空戦力の維持とメンテナンス費用約2兆355億円は、項目別金額としては、軍を抜いて高額です。島国日本の防衛にとって、航空戦力維持を、何にも増して優先していることが、
ありありと伝わってきますね。こうした防衛予算案概要の報道を受け、防衛予算増額を快く思わない人々からは、以前は敵基地攻撃能力と呼ばれていた反撃能力やトマホーク巡航ミサイル購入についての批判が噴出しています。予算が高すぎますし、増税を当て込んだというのに不満を覚える人は少なくないはずですよね。具体的な兵装としてのトマホーク巡航ミサイルについて、実用化が1980年代ということを根拠として、すでに40年以上も前の兵器であり、現代には古すぎて有効ではないという意見も見受けられます。しかし、トマホーク巡航ミサイルブロック5は当のアメリカ海軍でも2020年12月に試射テストを行った最新鋭兵装ですし、現在も SM6 や NSM、ネーバルストライクミサイルと並んで海軍のコアをなす存在になっています。というのは、中国軍が1990年代に配備を開始した準中距離弾道弾ディフェンダー -21 ミサイルの射程距離が少なくても 2000km 以上を誇り、中国に接近するアメリカ海軍の空母打撃群などを攻撃できると公表していることへ、有力な対抗手段と思われるからです。日本で反撃能力としてのトマホーク巡航ミサイルを考えた場合、スピードは亜音速に過ぎず、敵の対空ミサイルであっさりと撃墜されてしまうという批判がありますが、無人という言葉ではありませんが、万能な兵器というのは今も昔も存在しません。トマホーク巡航ミサイルをアメリカや日本艦艇が装備するということは、仮想敵国中国がその攻撃を受ける可能性を考えて防空体制を敷く必要に迫られるということです。別の言葉で言えば、敵の戦力を分散させる効果が生じることを意味しているのです。